皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。モデルプレス2024年7月12日。3人組バンドミセス。グリーンアップルが12日放送のテレビ朝日系ミュージックステーション夜9時に出演。テレビ初披露の新曲を披露する。写真日本デビュー果たした韓国初のグローバルグループミセス、グリーンアップル。 最新曲テレビ初披露。ミセスグリーンアップルは最新曲の『アポロドロス』をテレビ初披露。同曲はテレビ朝日系列2024スポーツ応援ソング。としてパリオリンピック2024などのスポーツ中継を盛り上げていく。新たな人生参加としてたくさんの人々の背中を押してくれる歌詞も印象的な『アポロドロス』。大森元ジーティーは。 激動なロックセクションと晴れやかなオーケストラセクション2つの軸で構成された楽曲ですのでコントラストをお楽しみいただけると嬉しいですとコメントを寄せた。アエスパ待望の日本デビュー曲「ホットメスパフォーマンス」韓国発のグローバルグループアエスパが3日に待望の日本デビューサックスのサインの音と激しいラップが印象的なダンスミュージック「ホットメス」を披露する。ミュージックステーション 2回目の出演です。日本デビュー曲、ホットメスを皆さんにお見せできるのでとっても楽しいです。私たちのパワフルなダンスを見てください。と元気いっぱいにコメントしたアエスパ。4人揃ってのパフォーマンスに期待が高まる。そして VTR 特集では、歴史を塗り替えた韓国発グローバルアーティスト特集と題し、BTS、ニュージーンズ、TWICE、BLACKPINK 少女時代など、 韓国初のグローーバルアーティスト SixTONES は京本大我主演映画の主題歌「ここに帰ってきて」と田中一樹出演ドラマの挿入歌「ボング」を披露する。異なるタイプの2曲を披露することに京本大我はストーンズが持っている曲の振り幅を思う存分に楽しんでもらえる機会だと思うので僕たちも楽しみますと期待を寄せた。他にも 二十は話題のアニメオープニングテーマ曲「Rise Up」を。TomorrowXTogether は日本フォースシングルの「一つの誓い」「WellNeverChange」を披露する。黒 r は話題の CM ソング「Amber」をテレビ初披露。桜坂46は3期生。山下統月がシングル表題曲で初センターを務める「自業自得」を披露する。テレビ朝日。 六本木ヒルズ夏祭りサマーステーション』に「M ステ」ブースが登場20日から開催されるテレビ朝日「六本木ヒルズ夏祭りサマーステーション」にアーティストになりきって参加できる「ミュージックステーションのブースが登場「あなたが出演『ミュージックステーション未来ステージ』と題し来場者が歌う姿をまるで「M ステ」のスタジオで歌っているかのような映像に。 特設ブースの中でカラオケに挑戦し、最新技術を駆使して M ステでアーティストが歌唱するときのようなカメラワーク演出の映像に仕上げて届ける。出演アーティスト、五十音順、アエスパ、ホットメス、クロイ、アンバー、桜坂46、自合自得、ストーンズ、ここに帰ってきてゴング、トゥモローエクストギャザー、一つの誓い、ウェルネバーチェンジ、 ライズアップミセスグリーンアップルアポロドロスどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。